ミュージックシェルフをご覧の皆さん、どうもこんにちは、アズです。この度ですね、8月28日リリースの、両 A 面シングルについて皆さんにですね、ちょっといろいろお話ししていきたいなと思うんですが、今回は両 A 面シングルということで、サークルズオブライフ、そしてもう一曲がですね、サマータイムという曲の2曲になっております。今回とても自分の中でも初めて、こんな感じの曲を歌ったなという、楽曲になっているんですが、サークルズオブライフという曲はですね、ドラマの主題歌にもなっておりまして、でちょっと昔のね、日本にタイムスリップしたような、ちょっとこう時代を感じるようなこう言葉がたくさん並んでいる楽曲になっております。でこう人の人生をですね、こう深く深く、描いたような楽曲になっているんですが、こう何度も何度も出会っては別れ、出会っては別れ、いろんなことがですねループしているという、そういう、思いを深く書いております。ぜひね、皆さんにもチェックしていただきたいなと思います。そしてこう聴いていただいて、こう自分なりにこう解釈していただけたら嬉しいなと思っております。そしてもう一曲、サマータイムなんですけれども、これはですね、もうまだまだ暑い日は続きますので、ぜひ皆さん聴いていただいて、この曲を聴きながら、海へ行ったり、プールへ行ったり、もう友達とドライブへ行ったり、彼氏彼女と遊びに行ったりみたいな感じでですね、ノリノリで聴いていただけたらいいなと思います。一度聴いたらちょっと耳が離れないぞという方がね、たくさんいらっしゃるみたいなんですけれども、本当にその通りで、フレーズがとってもこう耳に残るフレーズになっておりますので、ぜひ聴いてみてください。そしてですね、また10月ぐらいにはですね、アズも、ライブがございますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと思うんですけれども、いつもやってるねツアーとはちょっと違いまして、ちょっとラグジュアリーな、セレブリティな感じの、プレミアムライブが10月にありますので、お酒を飲みながら、ご飯を食べながら、ゆっくりセレブな感覚で味わってライブを楽しんでいただけるような感じになっておりますので、こちらの方ぜひ遊びに来てください。詳しい情報はアズのホームページをチェックしてみてください。Twitter とか、それから Facebook とかいろいろやってますのでね、ぜひチェックしてください。ということで、それでは以上、アズでございました。バイバイ。